はい、行きます。はい、行、はい、きます。はい、株式会社ホエー、ヨーグルトの上積み、せーの、ホエー。いやー、すごい、曲がってんな。まだかな、クラスで一番人気だしな。どうしたの、善田君、急に呼び出したりなんかして。あ、来てくれたんだね、ちゃんと。ずっとお前から言いたかったんだけど、俺たちクラスの端と端の関係だったね。でも一番遠くても君のことを見てたんだよ、僕は。ずっと前から好きでした。僕と付き合ってください。何この手、ピアノができそうな手じゃないわね。私、ピアノができる人が好きなの。ごめんなさい。なんだよ、ピアノできるってて。いや、マジ隣のクラスにさ、可愛いやついたんだよ。マジで、マジ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 。後で見に行こうぜ。いや、行こう行こう行こう。いや、ほんまにあいつはいいやつだって、絶対。あ、お、お、どうした。伝田じゃないか。お、お、元気してる。ああ、まあ元気元気。君も部活決めた？君たちは決めたの？俺もバスケ部入ると決めた。バスケ、俺は二刀剣術。ああ、そうなんだ。どうだい、一緒に。やめてくれないか。どうしたんだお前、なんか落ち込んでんな、うん、いや落ち込んでないよ。落ち込んでんだ。まあ、まあ、マジウケる。で、で、どうしたんだい。まあ、僕は君たちと違って多分部活しか入れないかもしれない。ああ、ほう、そうきたか。それでいいならいいよ、別に僕はいいんだ。もうそれじゃ授業だよ、行こうぜ。そうだな、せいぜい歩くの早歩きでも練習してな。行こう行こう。なんだよあいつ、残酷が。あいつはこねえ、君あたり、お前部活どうするよ。俺はなぁ、模型にしようかな。やっぱ模型。おっ、それはなぁ、いや、一択かな、やっぱ。いやぁ、模型だよ。一択かな、やっぱ一択。やっぱ大学生なぁ。そう、大学って言ったら模型だよ。お、どうした、どうした、どうした。あ、お前部活どうすんだよ。模型行こうぜ、模型。模型楽しいよ。模型楽しいぜ、多分。多分。模型知らんけど。知らんけど。模型って何、模型って。模試研究会。あー。俺らの時のさ、入学時代のさ、試験。もう、憧れっかだったじゃん。もう、研究すんだよ。そうそう。なるほど。そう考えとこう。そう、まあ、いろいろあるんだよ、俺にも。おー。ほー。ほー。やっぱり俺なんて、何にもなれないんだ。おい、どうした、デンダ。なんで泣いてるんだ。俺に訳を話してくれ。それまでは絶対帰れない。お前はさっき、俺をけなしたやつ。え、そうだったっけ、覚えてない。で、どうして泣いてるんだ。同じクラスの、うん、野田エリカちゃんに振られちゃった。なんだって。うん、君の手はピアノに向いていない。私はピアノができる人じゃないと付き合いたくないって言われた。そんな理由で振られたとか。うん、どれ、手を見せてみろ。うん、言わずもがな、確かにピアノには向いてない。でも向いてないの、僕向いてない。うん、でも僕まだ諦めたくないの。でもピアノなんか弾けないし、どうしたらいいの僕。手は一つだけある。何？ピアノが弾けるようになることだ。今から始めても。いや、年齢は関係ないよ。チャレンジすることに意味があるんだよ。あ、そっか、確かこの学校にはピアノ部ってあったよね。そうだったっけ。ちょっとまた検索するから。めっちゃ部活あるね、この学校。ああ、残念。ピノ部だったらあったんだけどね。ああ。じゃあ、君が作ればいいじゃん、ピアノ部。あ、そうだね、確かに。うん。じゃあちょっと、先生に交渉してみる。そうだよ。行動が一番大事。それでさ、うん、聞かせてやれよ。あの失恋の曲。何？プリデンダー。
はい、ということでね、ピアノ練習1日目来ました。はい、じゃあちょっと座り方なんですか。座り方、指番号っていうのがありまして、はいはいはい、これもう必ず守っていただきたいんですね。なるほど。